坂下さん、おはようございます。おはようございます。今日は横湖に来ています。ブルーギルを釣りに来ています。ブルーギルなんですか？あれ、なんかだいぶちっちゃい小物釣りの方に。ええ、そうなんです。わざわざ2時間弱かけて。こういう釣りはね、ええ、釣りです。あ、こっちがメインで。こっちがメインです。なるほど。はい、やっていきましょう。はい、このね、餌にコンチクワ。それなんかどっかのユーロの餌ですか？ていっ、マジで？うい、超待って、マジで。いやいやいや、体につくのは嫌。ふい、それなの？え、言いましたやん。ほら、え、嘘やん。そんなんある？ほんま一瞬でしたろ、うん、一瞬でしたろ。5分とかいいですみません。いや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 、しかもこいつ食い逃せるしね。見てないし。ええ、5秒ぐらいで釣れてるの。そうっすね。よし、来たー。どう？イエーイ。よし、ゲール。眠った。寝てた寝てた。ほんまに、あ、おお。兄貴、これでかいっすよ。マジで？うん。多分。でかそうな気がする。ちょっと、まあ、大事にいきましょう。ちょっとパワーアップですよ。あ、見て、長靴ハンター履いてる俺。足の先痛いと思った。ええ、ええ、動揺走った。やった。あ、これでもほんまにちょっと大きいんじゃないの。そんな70とか80、うん、じゃないと思うな。うん、トルクがある感じがしますね。重たいなこの子。え、巻かれてんの？邪魔です。うん。普段取れない感じが。うん。ありがとうございます。ええ顔したいけど、なんか。眠気が勝ってる。わかる。どんな感じで。うん。スワメーターオーバー。来た。感じ？じゃあほんまに重い。あ、いや、でもビクビクしてんだよ。ビクビクしてるで、ビクビク。足痛いわ、これ。ちょっと映して。慌てふためいて。ちょっとドレスのマークが内側に全部入ってて見えないんですけど、大丈夫ですか？ちょっといびつな感じのつま先になってますが、大丈夫ですか？またついてる感はある。うん、ついてる、ついてる、ついてる。一旦落ち着こう。昼まで待てようかな。うん。せっかくやからさ、靴履き替え、靴。
お、動いたんちゃう？マジで？うん。糸が。ほら。お？抜けた？うん、抜けたっぽい。オーケー。暴れてるよ。どうしよう、こんだけ得てて70センチとか。来た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 。来た来た。重たい。いやー、メーターないな、出てないな。90も1回単価ぐらい、量もバレてやろうな。な、うん、ガタイよ。よし、レストランティー入った。おめでとう。ありがとうございます。ありがとうございます。よっしゃ、やったぜ。やったりました。やったりましたよ。もしもし、でもいい声じゃないですか。ああ、ええよ、顔のとこ。よいしょ。ツナモルツの 20mm にブースターですね。ツナモルさん、ツナモルさんのブースターを適量、はい、絡めます。ツナモルのね、リキッドさんかけるとツナサラダ的な匂いがしますよね。
さ。しかも映ってないところでやらないでそれ。まだまだ動く。あれでもこれ多分。はい。受験が始まりました。今始まりました。始まりました。装填開始。装填開始。あ、それだけは。装填完了。結構重い。うわ、ほんまや。あかんのんじゃん、これ。これマジであのロボットがいる理由が分かった気がする。指先のあれが欲しいな。俺どこ行ってたっけな、あれ指先的なやつ。いや、どっかに入れたんだけどな。あのバッカンの蓋ちゃうかな。実はさっきから やらかして指痛いの。すでにヒリヒリしてる感じ。うん、線入ってる。あ、痛いやつ。サカサカさんにもらったあのあれね、ぶっちゃけここでぐらいしか使わないっていう。そう。フィンガーなんちゃら。すいません、フィンガーなんちゃら。介護状態介護のシーン。いや、言ってない、言ってない。お世話係、2人いる。大御所みたいじゃん。大御所。2人もアシスタントいて。爆弾撃つの、今から。爆弾。ちょっと面白いし。面白いよ。お、飛ぶやん。おい。おビチーン、ね、飛ぶやん。おい、ええとこ行ったやん。うん、あれのちょい右ぐらいの音してるから。どうすか、そっちは鳴かず飛ばずな感じですか。こっちも一応はそんな感じです。今からすか。今からすか。夕末目です。 すごいなんか頑張ってください。バズ系のルアーみたいな。あ、ほんとだ。ほんまや、クレジークローラーみたいになってる。ついてくるんじゃない。ナイス。ナイス。なかなかちょっと投げてみたくなってんじゃん。そりゃね。なんか、やらかしそうで。あ、今度はもういいですか。新しい楽しみを発見しております。さあ、注目の人、はい、高坂選手1本目ゴー。ん、飛距離が足らないか。ガッテン、飛距離が足らないぞ。ちょっと控えめだったね、投げ方が。怖っ、このキャストできねえっす。チキータ、チキータ、チキータ。あ、すみません、そのスペシャリティングローもいただいていいですか。あ、スーパーエクストラグローリーフィンガーが。グローリーな。グローリーな。もうこの段階から行く感じでいい。あ、もう、あ、違う、あ、指が、あ、指が、あそこデイサービスセンターになってる。
極まれの坂下さん。いつもお世話になってます。いつも頑張ってはりますよ。言う。行ってみよう。狙いはどの辺ですか。坂下さんに入れて欲しかったところ。でっかい声出して。ええとこ行ってみ。場所はオッケーじゃないの。あれそれって真ん中の竿ぐらい。なんもないよ。なんもないよ。ジョーが今反応してた。急に大きい声出すから。はい。お疲れ様です。お疲れ様です。後半戦始まりましたが、今宵がもう最後の勝負ちゃいます？そうですね、もう夜半から天気も荒れてくるし、ねえ、ね、ちょっと早いうちに一匹サクッとあげてあげとかないとダメですね。秋梨は、はい、昨日の夜中に到着して、はい、まあ今日一日どうでしたか。今日は蒸し暑かったな。いやいやいや、こい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 つりこいつり、何のこと、ちょっと何言ってか分かんない。あ、まだスタートしてない感じ。はい、恋が見たいな。ああ、なんかおじさんずにさすが入れるだけの女のことありますね。照れてる感じ。いや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 。それほどでも。まあでも今晩から明日の明け方にかけて、うん、勝負ですね。勝負ですね、はい。追い込みで。追い込みで。頑張りたいなと。今までのリザルト的には、ブルギルが大量。ブルギル大量で。大量。うん。入れ食い状態。はい。で私がまあ80代2本。はい。で坂下さんが80代1本と幻の110をばらしたっていう。はい。今日のねところで、今日の昼あたりに、はい、けどなんか坂下さんって知らん間に釣ってますよね。なんか一匹目は自分でも知らんうちにちょっと釣れてた的なところがあるんで。で、まあ、僕たちがまあ寝てたっていうのもあるんですけど、起こしもせずに、うん、揚げ終わってから上がってたと。いやだって竿を持ってちょっと巻くまで、あの鯉ついてるって思ってなかったんで。起こすんもあれやなって。で2匹ももうバラしてから、2匹目もバラしてから、はい、事後連絡で、事後連絡で、あ、盛り上がりがなかったですね。盛り上がりなかったです、すいません、いや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 、まあ、このままね、あと残り、はい、まあ明日の昼はちょっと厳しいやろうからね、雨がな、はい、まあ、この夜半から早朝にかけての時間帯に、うん、早めに勝負をできれば全員一本安打、はい、はい、欲しいですね、行きたいと思います、はい、はい、それでは頑張るぞ、頑張るぞ、よっ。左。うん。カメラつけようか。ついてる。ああ、でもね。多分。走ってたよね。走ってた。前回のね、あれなんですよ。まあまあ、うん、走って敵も強くて90オーバー確定とか思ってたら80だからね。ああ。あの背中ポコになってるやつ。そうそうそう、待って待って。もういるかな。うん、カモもらっていい。はい。自分でいける。うん、自分でいける。ぶつけろ。で、待って、来たよ。そっち今回。
腹がね、滑るんだよね。滑るんだよね。モフモフがね。よいしょ。やべ、こっち行くんか。上がってこないっす。お、大物の予感。馬力あるっす。上がってこないね。うん、いいじゃない、いいじゃない。お、来たか、来たんか。やっぱね、うん、オーカーの子よりね、全然トルクがあるっすね。うんうんうん。別にオーカーの子をバカにするわけじゃないけど、まあね、環境違うしね。なんかオーカーの子って諦め良くない？シティボーイだから。シティボーイか。あ、やばい。おおおおお。下くぐってる。うん、下くぐってる。ゆっくり。じゃない？いやでも90ないな、多分。ないか。90ないな。ここからは立派な鯉に見えますけど。そこの木の枝が怖いのよね。強い、強い、まだ強い。まだ早いか。おお。まだだな。おお。楽しいね。いいね。あー、やばい。あー、切れた。バレた。最悪。うわ。あ、落ちて。うわ、外れちゃったね。リグが取れた。針か。うん、針から取れたな。わあ。バレた。うわー、残念。はい、アキラさん、ヒトウ。出てたね。首負けるかい？負けるかい？はい。よいしょ。Thank you. ゲイタンが来たぜ。はいはい。まだ上げてないからね。あ、左じゃない？よいしょ。うん。気にしない。気にせず行きやすい。
いい？あ、いいね。12フィートをこれするのがいいよね、気持ちいい。ギンギン。はい、どうです、どうです、このごめんね、全部右行っちゃうのよ。木に引っかかるの。来た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 。あ、超えてくれ。俺のライン。あ、超えてないな。うん。どうしよう。なんてこった。ごめんね。はいはい。大事なのはそれだよね。大丈夫。最悪こっち。こっち来たかな。二つも持ってて。はーい。顔より先に背中見えたよ。よいしょ。Thank you.残り5分。残り5分。あら、もう負けた感じですか？今日ね、おでこにょんってしたやつ釣れたんだ。お金釣れたもん。ちょっとあの写真挟んどかな、おでこにょんの意味が分かれへん。釣りたかったやつ釣れたから。よかったですね。はい。もうなんかお葬式ムードになってますけど、あと5分で Facebook の恋釣り談義大会が終了しようと思っております。何言ってるんですか？え？最後の1秒まで諦めたらないですか？ほうほう、マジっすか。もう片付け準備ほぼ終わってますよ。ですよね。あと釣り具だけですよね。ほぼほぼ片付けましたもんね、もうね。ね。いやー、どうでしたか、このチョコは。いや、もう普通に今回はとりあえず横で初恋が。あ、そうですね。釣れたんで。初恋、おめでとうございます。大満足です。ね、ほんで2本目もね、一応ヒット来ましたもんね。110ちょっとバラしてしまった。いや、測れてないって。いや、111やったから。マジで？いや、それやったらタイヤでに。だから、いや、でも、112？ なんで伸びた？ちょっと伸びてくる。雑いな。いや、大きいの欲しかったですけどね。見事に80半ばしか釣れませんでしたね。まあでもなんか今回ね、ちょっと真面目な話したら、ね、ほぼ3日間ぐらいで、ね、いろいろなんか最初1投目投げてから、ほんまいろいろ考えて、次これやってみよう、あれやってみようみたいなんで、なんかいろいろ試せて。っていうか欲しいも増えたんでしょ。おっ、マジ？うせやん。あー、マジか。あら、かけられちゃったのかな。ちょっと今心臓パクっときましたけどね。危ない危ない。前にインタビューしてた人がテンション上がってるじゃん。外れました？外れてないですか？あ、外れてないですね。こっち緩めますわ。ちょっと待って。ちょっと待って。ちょっと待って。さようなら。どうすかね。あ、いいっすよ。どうぞ。フリーしてるんで。
これ釣れてたいんやけどな、あと2分いけそうです。外れました。はい、 OK です。はい、59分。はい、大丈夫です大丈夫です。いやー、ちょっと最後本当にドラマかと思いましたけど、37秒。18時終了終了終了。残念。ほんまか。あ、マジで俺の時計が早い。じゃああと2分。これ時間内にヒットしたセーフやったよね確か。もうこの差を上げます。当たり前だけど、いやー、まさかの最後ね、バスマンに引っ掛けられてのアラーム音で心臓が高鳴るという強制終了イベント発生しましたね。いや、じゃあそちらのお時計を見せてもらっていいですか。まだあとロスタイムが、ロスタイムロスタイムではない、アディショナルタイムありますね。わあ、これでドラマ生まれませんか。あと1分、はい、あと50秒。ならんかい、ヒト何やそれ。ヒト。もうサバゲじゃないんだから。そう。ああ、もう日もね、ちょっといい感じで傾いてきて。ああ、傾いてきて。あ、30秒。いや、30秒。やばい。あ。あと15秒。15秒。ああ。あと10秒前。9、8、7、6、5、4、3、2、1。終了。お疲れ様でした。お疲れ様でした。いやー、ちょっとね、サイズアップはできませんでしたが、うん、まあ、一応3人ともね、今回は、はい、釣れましたんで。釣れましたんで。はい、釣れましたんで、よかったです。はい、ようです。まあ、予後結構渋いんでね、うん、まあ、この渋いところに勝負に来た僕たちをみんな褒めてほしい。予後兆候としては成功。そうですね、良かったですね。成功ということで。はい、じゃあまた、次回の高知談義の大会、頑張っていきましょう。頑張っていきましょう。はい、お疲れ様でした。ありがとうございました。さよなら。ありがとうね。